5歳の息子に対し、チンチンやお尻は体の部位で一番おもんないから使うなと伝え、どこが一番面白いのと聞かれたので、内くるぶしと答えた。そこから息子は幼稚園で内くるぶしを多用し、鬼滑りしている。中学生の時、祖母と旅行に行こうとバスに乗ったのだが、1万円札しかなく、バスの運転手が邪険な態度を取ったので逃げようとなり、バスから降りたのだが、なぜかバスと同じ方向に走り出した。進学校の高校に進んだのだが、もう何も学ぶことはないと思い、制服を川に投げ捨て2ヶ月でやめた。街を歩いていると一般人に殴りかかられ、正当防衛成立と言いながらそのまま倒れてい